皆さんこんにちは。個別指導塾キャスタイス塾長の小林です。中瀬です。はい、今日のテーマは気づいたら100時間以上かかってしまう、時間が解けてしまう参考書一挙紹介したいと思います。皆さん勉強していく中でこの参考書どんぐらい時間かかるんだろうって計算しながらやりますよね。で例えば当たり前ですけどフォーカスゴールドとか青チャートが時間かかることはもう言わなくても分かるじゃないですか。いやもう当たり前ですよ、はい、それは今日は言いません。逆に100時間じゃ終わんないですよ。そうそれはまあ別に言わないですけど、ただそれなりの、まあ、一般的なねその分厚さの本なんだけど、意外と時間がかかっちゃうから今後ね多分冬ぐらいから勉強し始める人多いじゃないですか。その時に計画作る時気をつけてねっていうね教材、特に、まあ、初学者だったりとかこれまでそれなりに勉強を重ねてきた人がそろそろ触るかもねみたいな教材のレベル感であえて揃えてます、はい、なんでめちゃくちゃ初学者向けってものを入れてないし、逆に言うともうなんか入試直前期のものも入れてないです、はい、なので高1、2世の方向けにお話ができればなと思います。はい、でですね、まあ大体高校2年生ぐらいの今からで1年間でできる勉強時間って大体2500時間ぐらいだと思うんですよ。はい、結構頑張り目でですね、はい、でそうするとですね、まあ大体1科目あたりの参考書にかけられる時間って過去問とか諸々抜くとこれね300時間から400時間ぐらいになっちゃうんですよね、多分どうしても、まあ、特にあの国公立志望とかだと、なので、まあ、ちょっとそういったところで結局300時間400時間しかない中で100何十時間とかを1つの参考書で使うとやっぱ結構大変だよねっていうことで今日はこの話をさせていただきます。そうですね、はい、じゃあですね、まず数学なんですけれども1つ目が、まあ、1対1ですね。まあ薄いんだけどね。薄いんです。で、1対1は1冊で100時間かかることはないです。青チャートかかるけど。でも、でもね、はい、あの適切なレベル設定をしてくれないと、あのもう 1A ってか1からかかる人いるよ、たまに。まあまあ、たまに。そう、でもそれはね、レベルが合ってないですね、やっぱね、明確に。あのだから、高2とかで、俺はね、東大を目指すんだとかで、やっぱ初手1対1の人がいるのよ、一定数。います、います。特に、あの進学校の子なのよ。先輩は初手1対1だったけど、みたいな。そうそう。そっち系ね、たまにね、行ける人がいるからね。行けるよ、言いますよ。優秀な子は行きますよ。そう。なんですけど、まあ、そう、進学校でも、あんまり今まで勉強してきてない子だと、まあ、一冊100時間とかすことありますね。あり得る。はい。でもね、正直やっぱ一冊50時間でも300時間かかるわけじゃないですか、6冊やると。そういうことです。そう。はい、で、そうすると、さっきの計算で言うと、1対1やってたら1年終わるんですよ、高2の。時期だと下手すると、まあ、だから僕らはその高1とかからやって高3までに終わらせてほしい。そうそう、おっしゃる通りです。だからやっぱり高1ぐらいからじゃなくて厳しくて、やっぱ少なくとも高2の、ね、夏前とかからやっぱ始めてほしい参考書ってあると思うんですよね。でイメージとしては、まあ、僕としてはその、まあ、1日2時間で、2週間とかでやっぱ30時間ぐらいである程度1週とかの目処はつけてほしいなと思ってます。最初に言うと結構大変だけどね。結構大変だけど、でもそのぐらい目標だよね。そう、そのぐらいでやれるぐらいの気概でやってもらわないと、もうこれは無限に時間溶かし続けますから、そのぐらいでまず計画を立ててってください、ちゃんと、はい、で、そういう意識があれば時間がね、そのちょっとかかってもあのプラスアルファちょっとでいいんですけど、だからとにかく終わるまで頑張ろうと思ってやると1冊100時間かかって600時間かかったりするんでね、そういう目標を立てながらぜひ頑張ってほしいなと思います。はい、はい、で次が、スタエンですね。これはかかるよ。これめちゃくちゃかかる。まあ、一応3までやると450時分ぐらいあるんですよ。でもね、1問30分じゃ終わんないんですよね。いや、復習込みだって言うと。全部1問30分でできたら、もう途絶え受かっちゃうよ。いや、そう。で、まあ、それでやっても200時間ですからね。だから、そう、1冊1問、1問1時間で450時間でしょ。やばいっすよ。で、あれさ、あれ、その、なんか、パッと見が薄いんですよね。そうなんですよ。台数系あるある。そう。だから、しかもスタンダードとか書いてあるんで。まあ、さすがにそこで、さすがにね、あの、ヤサリと違って、これとスタンダードで騙される人はいない。いない。大丈夫。あの、表紙で気づく。なんか様子がおかしい。やばそうだ、ね、そう。手に取らないっすよね、まず。あと、ページ開いた瞬間に様子の違いがわかるから。そう、はい。騙される人はいないと。ヤサリはね、結構優しそうなんですよね、書き方。ヤサリはそう。そう。はい。なんで、まあ、そこら辺は注意してもらえていいのかなと思います。はい。であとは、まあ、むしろ今回の中で僕一番要注意かなと思うのが、表問ですね。あ、これも意外と時間かかるから、ね。はい、これ、ね、意外とね、時間を使ってしまう典型例というか、その、まあ、入門問題成功、基礎問題成功でやってくる人って多いと思うんですよ。表問次にっていう方。で、ただね、やっぱり基礎問まで言うでも、表問で詰まる人の割合ってのはめちゃくちゃ高いです。そうですね。で、しかも問題数少ないって言ったりするんですけど、多いんですよ、結構ちゃんとあるんですよ、分量として。特にまあ 2B と 3、 この2つでねつまずいちゃうよね。でも3はもううちの場合ね、もういきなり基礎から表問はやらせないから、もうやらせない、絶対やらせないですね、3は特に。なので、まあ、そこでつまずくって人は少ないんですけど、やっぱり時間がないとどうしても基礎問 2B から表問 2B になっちゃう人はどうしてもいるので、そうするとやっぱりつまずいちゃうことはあるよね。いや厳しいですよね。
はい、じゃあ次ちょっと理科全般の話をさせていただこうと思うんですが、はい、まず一つ目が、学校の参考書、学校の参考書、うん、リードアルファとかセミナーとか、あとまあリードライトとか自分で買った方とか、うん、まあ、このあたりっていうのはやっぱりかなり時間を浪費する方多いかなというふうに思います。あれもだからちょっとさ、台数っぽいけどさ、うん、そんなに分厚そうに見えないんだけどさ、結構いっぱい書いたんだよね。そうそうそう、あの答え別冊になってるんで薄く見えるんですけど、よくよくあの足してみると、あれなんかめちゃくちゃ分厚くないかって感じだったりするんですよね、あれもね。答えもさ、あのなんか多分歴代のね、歴史的なテクニックで、うん、あの分量の問題の説明をあんだけにギュッと圧縮してんだよね。そうそうそう、しかもあのの系って紙がね薄いんですよ、めちゃくちゃ。そうそう、だから実はページ数とかやばいことになってますし、あのやっぱりね、そのとにかく、まあ、ああいう参考書いいところはただレベル分けがちゃんとされてるんですよ、はいはいはい、だからレベル低いものからちゃんと回すとかやっていかないと、あの気づいたらある分野ですっげえ時間が解けてて、なんか前やったこと全部忘れたとかになりかねないですから、ある程度やっぱ早く周回することが必要な参考書なんで本当は。そうだね、だからある程度レベル分けしながら実施しておいていただくとかっていうことも場合によっては必要かなと思いますね。はい、はい、で次がまあそれと関連するんですけど、14問題集ですね。まあ似てますねこれは。はい、まあ、で学校からね配られるんですけど、うん、この学校から配られる時期はね高3の途中とかだったりするんですよ、この参考書たまに。あ、まあ、そういう学校もあるけど、学校によっては。そう、でそうすると今配られても絶対終わんないだろうって時もあるんですよね、学校によっては。これ浪人前提かなみたいな時あるんで、このあたりやっぱ気をつけた方がいいし、まあやっぱりこの問題集はその A 問題 B 問題分けて実施したりとか、あとはね、あの重要度の高い問題にマークついてるんですよ、うん、だからそういう問題から実施していただくとか、そういうことがやっぱ必要な参考書かなというふうには思いますね。そうですね、うん、まあ、特に科学、あの物理はねまだ良かったりするんですけど、スムーズに終わる子は。ただ物理は、あ、科学はねちょっと分量がやばいんで、うん、まあ、基本まあ結構やっぱ生徒さん見てると 2,3 ヶ月ぐらいかかる方ってのは多いかなと思いますね。もっとかかる子もいるよ。そうですね、スムーズに終わってる方で 2,3 ヶ月って感じですかね、うん、うちのね、うん、上位生の子とかでも 2,3 ヶ月で1回やって別の問題集とかやって過去問とかやりながらも、結局重要問題集を5回6回やってる子はいますよね、うん、まあもう正直重要問題集やればぶっちゃけ東大以外受かるんですよ、ほとんど。そうそうそう、うちのね生徒もそういう感じだよ。でもそんだけやってるからやっぱ成績は上がっていくしね。そうですね、うん、めちゃめちゃできるようになるけど、うん、まあ、下手にねこれプラスアルファっていうよりは正直ここで止めておいた方がいい参考書でもあるので、ね、一方ね、はい、もしくは、うん、まあ、次の行ったとしてもちゃんと戻ってきて復習ですよね。そうですね、うん、うん、はい、じゃあ次なんですけれども、はい、まあ、科学のドゥシリーズですね。あ、はいはいはい、これも時間かかるわ。これね、うん、全部4冊今あるんですけど、科学のドゥシリーズって、まあ、全部まるっとやると実は重要問題集以上に時間かかったりしますよと、はい、で、まあ、よくそのじゃあ問題演習やらずに講義の本だけやろうかなっていうふうにおっしゃったりするんですけど、あれはあれで意外と時間がかかる参考書です。あの3冊トータルすると全然100時間以上かかったりする参考書ではあると思っていますよと。なので、まあ、ある程度例えばそのざっと見ながらその他の問題集を中心として、まあ、辞書的に使っていくっていうことであったりとか、まあ、やるべき課題のところだけをしっかり丁寧にやるとか、そういう濃淡をつけないと少し難しい参考書ではあるのかなというふうには思いますね。はい、まあ、もちろん全部やれる方がいいんですけど、そのなんかダラ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 やって100時間200時間かけられるぐらいならそういう風に使った方が僕はいいと思いますね。そうですね、はい、じゃあですね、次に英語に行きたいんですが、はい、英語はですねまず一つ目は鉄壁ですね。そうですね、はい、まあ、うまく使えば100時間以内に覚えちゃえると思うんですけど、うん、あのやっぱり基礎ってなんかレベル間違って使ってる子は非常に多いんでね、うん、そういう子だとなんかよくわかんないけどなんか最初のなんか4分の1ぐらいだけすげえ覚えて後ろ全然覚えてないんで、なんかどんどん時間だけが解けていくみたいなことはまああるあるかなと思いますね、うんうん、そうですね、まあ、僕それやったんですよ僕はねやっぱどうしても単語帳というものが苦手でね、それはいいわけ。そう、鉄壁、はい、だから逆にちゃんともうターゲットに切り替えたんです僕は、はいはいはい、あもうあ僕は鉄壁は自分には無理だな、そうだね、感じになって、ターゲット切り替えたんですけど、うん、多分そういうのも検討した方がいい参考書だと思います。やっぱ情報量が多いんで、気づかない間に、だから、その1つ目の項とか2つ目の項とかで気づいたらなんかすげえ時間を食っちゃったりするんですよね。そうですね、だから暗記的にはですよ、うん、それこそフラッシュカード的な答え見て、問題見て答え見て問題見て答え見てっていうのは何回繰り返すかの方が脳の定着度は高いんですけど、鉄壁、うん、っていい意味でも悪い意味でもね、やっぱ読み答えあるんですよあれ、うん、そうなんです、面白いんですよね結構普通にね、そうそうそう、うん、で結構なんかこう図表的なんていうの、そのイメージみたいなのね、うん、載っていたりするので、まあ、それが本当によし悪しなんですよね、うん、はい、それで気をつけ使ってほしいですよ、はい、じゃあ次、まあ、英語なんですけれども、まあ、ネクステ系 の、 あのヴィンテージとかあの、まあ、英文法の参考書ですね、はい、まあ、やっぱりこれはね、あのもちろんや
やれるならやれた方がもちろんいいとは思いますよ、うん、ただその特に高校2年生とかで、まあ、これからの勉強時間を計算していくときに本当にこれをやんなきゃいけないのかっていうのは検討していただいた方がいい参考書ではあるかもしれないですね。そうですね、うん、あのね、逆にある程度できる子が、つまりだからネグステの問題の7割8割は間違いない子が、その穴を見つけるためにさささささ解いて、うん、でミスったとこだけ既存のものでパッと復習して、うん、あ、ここが穴だからって2周目3周やってっていう子だと、ぶっちゃけ100時間かかるかかかんないかぐらいで、うんうん、あのうまくいくんですよ。ただこれから始めるとか、初めての演習がこれですだと、まあ、解けるんですよ時間が。いやもうね、なんなら100どころかね300、400とかかかることすらある。いやだからさ、もう今はさすがにいないけど、うん、昔はね、なんか英単語やりました、で先生に言われたから熟語をやりながらネクステをやってます、あ、今え2月の半ばですみたいな。いや、まあ、めちゃめちゃいいですよ。あのそういう受験生も、僕も友達が英語何やってんのって言ったら、夏ぐらいにターゲットとネクステって言ってて、冬ぐらいに聞いたらターゲットとネクステって出てくる。いや、いたんだよ、いました、本当にいたのよ。そう、じゃあの皆さん笑ってるかもしれないけど本当にいたんだから。そう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 、うん、だ今さすがにね、まあ、情報もこう増えてきて、うん、そこまでで行く子はなかなか減ったけども、はいはい、まあ、気をつけてほしいですね、はいはい、じゃあ、まあ国語はちょっとなかったので最後にちょっと社会を小林さんからお願いしてもいいですか、うん、はい、まあ、社会はまず、まあ、全部なんですけど、まあ、教科書もそうだし、まあ、実況中継とかもそうですけど、うん、そのいわゆる歴史の網羅系ですね、うん、まあ、あれは結構解けますよ時間が、うん、まあ、そうですね。で解け方のポイントとしては、さっきの鉄壁と一緒なんだけど、実況中継とか読み応えがあるんで、やっぱりゆっくり読んでると解けちゃう、まあ、ただ、うん、言ってもね、理科とは違うんで、読んでけばまあ進みは進むんですよ。そうですね、理科はね何回戻ったりしなきゃいけなかったりするんですよね、そこはね。そう、うん、なので基本的には100まるまる解けちゃうというよりは、そもそも膨大なんで、うんうん、あのだってあの実況中継のアナウンサーって4冊5冊とかありますからね、うん、まあ、それで単純に100時間ぐらいかかっちゃうよ、だから気をつけて計画的にやろうねっていう話です、うんうん、で理科と違って基本1科目でいいわけですから、うんうん、ね、日本史とか世界史とかね、まあ、なので、まあ、そこに100かけたとしても、まあ、どうにかなるわけですよ、まあ、なんとなります、文献の場合はね、うん、ただ注意が必要なのは、例えば山川の教科書でやっていくぞみたいな時に読みますよね、で分かんないとこ出てくる、あ、うん、よしよしと、例えば野島先生の教科書ガイドとか、うん、資料集とか、うん、そういったものを使いながらチェックしますよね、うん、なるほどみたいな、で次進みますよね、でまた調べますよね、うんうん、でもこの作業を永遠ってやっていくと、普通に100時間どころじゃなくと解けるんですよ。いや、まあまあ、そう、それ自体が受験勉強なんで別にね、正しいっちゃ正しいですけど、いいんだけど、うんうん、普通にそれをやり続けてると解けたりとか、あと例えば人によっては、うん、あの穴が開いてるね、あの教科書の、ノートですね、うん、そこにこう埋めながら進めてくれてるのも、うちも推奨してるしそれもいいんだけど、うん、解けるんですよ、時間マジで解けるんですよ、ちゃんとやっても、うん、なので気をつけてほしいです、進め方を、うん、だから解けるのはもう分かったけど、じゃあ最初ね、例えば10ページとか20ページやってみて、何分かかった、何時間かかったってことは、残り何ページだから全部で何時間かかるぞ、だから計画的にやる、うん、でやんないと、例えばあれなんか今鎌倉来たけど、ちょっとやっぱ平安不安だから見直しとくかとかいや、ありますよね。そう、あれなんか戦国のなんか武将よく分かんないところ、もう一回ちょっと室町からとかってやってると、うん、もうやばいんですよ。でなんかね、もう本当は二次大戦まで行ってるはずなのに、なんかちょっとね、模試とか受けてみたら、なんか江戸の文化史とか出ちゃって、うん、やばい、わかんない、江戸とかってやっちゃうと、もう、進まないんですよ。そうそう、本当に計画的、それが大事。だから、時間が解けることよりも、計画がないと、戻ってずっと進まないみたいになるんで、うん、本当にここに、ね、気をつけていただければと思います。はい。はい、まあ、そんな感じで、各科目、まあ、時間が解けちゃうね、教材、紹介しましたけど、いかがだったでしょうか。まあ、実際ね、解けてしまっても、必要ならね、時間を使ってやるべきなんですよ。そうです。そう。だけども、やっぱり計画性が一番ね、重要なわけで、計画性がないのに、ただただ時間だけ使っても、成績伸びなくなってしまうので気をつけてください、うん、実際にね、個別指導塾キャスト体制はこういったスケジュールを、ね、管理させていただきながら、個別の科目の指導だったりとか、まあ、場合によってはプラスアルファで、まあ、皆さんがどういうふうに進めていけばいいのかのアドバイスだったり、なんなら志望校選択とかね、そういうところまでアドバイスしておりますので、まあ、ぜひ、ね、お問い合わせください。概要欄もしくはコメント欄にホームページのリンクを載せてあります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。